チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日は11月22日水曜日、時刻は午前8時でございます。今週の新州情報は何をお伝えしようかなと思いましたけれども、やはり北アルプスに、ね、雪が乗りましたので美しい景色になりました。ご覧いただきたいなと思いまして、今日は出かけてきております。ここは安曇野市穂高というところでございまして、この道路は北アルプスパノラマロードという道路でございます。左にですね、一本左の方に国道147号線が並行して走っておりまして、右手にはですね、高瀬川という川が流れているところでございます。でその川沿いを今北上しているという状況でございます。気温はですね、今車の外気温ですけれども1度となっております。昨日のですね、夜の天気予報を見ましたら松本市内で、最低気温が2度で最高気温は18度ということになっておりました。やはりね、昼間はね暖かいというかそんなに寒さは感じない状況ですけれども、朝晩はね寒くなりましたね。そして今ちょっとね霧がかかってしまっているんですけれども私の今目からはですね肉眼では、正面に北アルプスが見えてきておりますけれども、そしてうっすらね白い虹もかかっているかなという感じなんですけれどもね、もう少し行けばね綺麗に山が見えてくると思います。今日はこのままですね、松川村の方を通りまして大町市まで行ってみたいなと思っております。はい、霧が晴れまして、雪のね北アルプスが見えました。とうとうねやっぱり冬が始まりましたね。では本日はよろしくお願いいたします。
Thank you.
では大町の山岳博物館の、駐車場のところに行ってみたいと思います。そちらからはですね、北アルプスがとても綺麗に見えますので、そちらでちょっとね、山の写真を撮りまして、後でお伝えしたいなと思います。で、今日6時過ぎですかね、あの松本城のお堀のところで朝焼けの常念岳と槍ヶ岳の写真も撮りましたので、そちらも合わせてね、お届けできたらなと思います。それでは本日は、冬が始まりました信州の景色をドライブ動画でお届けいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございます。